恐れる赤い髪の不良オニセタイガ、ヘタレでビビリな女子高生小暮奈緒。放課後体育館裏で待ってる。結婚前提に付き合ってください。ごめんなさい、他に好きな人が。友達になってくれないか。告白の花束、小暮の分も作ってきた。手作りのお弁当。返信来ねえ。なんだこれ、ダメだ。小暮、オニセ君と西垣さんを見てると変な気持ちになって。小暮が困ってるの分かってるのに。初めての恋はすれ違う。命かけても守ります。命かけてって死んだら守れないだろ。自分の気持ちにはビビんなくていいんじゃねえの。伝えたい初めての気持ち。オニセ君、私ハニー。幸せすぎてバカになりそう。